艦長、私のゲームを楽しみにしてくれていますか？近頃はリーズンスタジオの開発が軌道に乗っています。開発者にとってそれは大きな意味があります。実習期間中は進捗に遅れがないように夢中になりすぎずに、かつ多くのアカウントを作ってファンとしてベルトさんの施策に反論する必要があって、ゲーム作りは難しいですね。しかしベルトさんに認められたので、きっといいスタートになると思います。本当は重曹ウサギがそばにいない状態は慣れません。でも彼女も使命を果たしていると考えると、もう少し煩わしい仕事も我慢しようと思います。考えがごちゃつくのは未来への憧れと不安によるものだと分かっています。ですが開発が少しずつ進んで、経験やスキルが多くなるにつれ、いつか私たちは面白いゲームを作り出せると開発者として確信しています。テスト版のゲームを同封しておきました。最もリアルな感想を聞かせてください。昨日はすでに月からの OK をもらいました。次は艦長の番です。ブローニャ在地区。